ンポン。お前に一つ才能をやろう。え、本当ですか？ください、ください。おいおい、お前明らかに怪しい奴の言うこと信じんのや。そんなことないですよ。あれは神様です。多分神様は微振動しないよ。あの神々しいオーラが見えないんですか？テキストじゃねえか。落ちてんじゃねえ。落ち着きなさい。なんだいそんなにカリカリして。おじさん困っちゃうぞ。うわ、クソイラつく。君は人と接する際に恐怖を感じることはないかい？あるな。今とか。あります。おとといとか。おととい何があったんだよ、お前。才能があればそんな煩わしいことにとらわれず、自身の力を信じることができる。お。さあ、我を信じよ。おい、その画面は何や。やべえ、狙える、世界。そんな世界ねえよ。へえ、そこの可愛い子ちゃん。呼んだ？ついな以外座ってろ。君にも一つ才能をやろう。わあ、ありがとうございます。行くぞ。どうでもいいけど偉いフランクやなこいつ。バン。うん、先生よりはマシな気がする。よっしゃ、めっちゃ団子作ります。はい、どうぞ。ありがとう、これ泥団子じゃね？たく、変な才能ばっかりやな。そんな才能あってもなんもならんやろ、アホくさ。そんなあなたには、毎日たった5分で楽痩せ、高校時代135キロだった私が1ヶ月で42キロになった痩せるための才能を授けましょう。神、おい。